ます。よろしくお願いします。ヨーゴピーです。前あったあの節分の厄払いの時の動画の続きの動画となっております。豆よ。じゃあね、これを投げてたわけよ。軽っ。軽いやろ。これむずない？これ30メートルやね。福豆。福豆。まあ餅とかはこんな感じやねんけど。これも餅。こんぐらい重いわけよ。この豆を使って、きな粉を作ろうと。きな粉で餅もあるから、それできな粉餅を。はいはいはい。縁起のいい餅。そうそう、縁起のいい餅と縁起のいい豆で、うんうん、縁起のいい節分も終わったけど、はいはいはい、だいぶ前に。ということで、はい、まず作り方。はいはいはい。入り豆っていうのかな、この大豆のことを、まあ、体きっていうの、はいはい、みたいな感じ、水分飛ばすのかな、そうそうそう、押してできたものやねんけど、これをさらにフライパンでいった方が、うん、美味しくなるって書いてた。へえ。でこの豆をいって、うん、でその後すり鉢で、あんのすり鉢、すり鉢あります、あんねや、を使ってすりすりして、そこに砂糖とか混ぜたらもうきな粉が完成しますよっていう、うん、はいはいはい、ちょっと塩も塩も、塩も混ぜて、まあ今回キッチン見せれないんで、皆さんには家庭だけね、この要所要所のこう、はいはい、持ってくるんで、じゃあ早速作っていきましょう。 GO！ まあ早速ちょっと豆を取り出していきます。え、これも開けていいんですか。開けちゃう。で多分ワンチャン足りひんかなと思ったから、シンプル、もともと節分毎年するから、うん、シンプル豆、シンプル豆もある。シンプル豆、あの神様とシンプル豆のブレンドでパワーもらってない。全然違う、輝きが違う。こんな使うんすか兄さん。多いな。何人前作るの。まあ、きな粉なんかいっぱい作ってた方が得や。いや、まあまあいつか使えるしな。うん、あ、この豆をでちょっといってきます。いってきますわ。いってきます。はい、いってきました。ででーん、結構いい匂いする。おお、ほんまや。で、これをよゴリゴリしていくわけや。はいはい。いや、絶対違うやん。なんですり鉢ってするもんがないの。おばあちゃんから、おばあちゃんとから借りてきて。あ、で、これをこうやっていくわけよ。かかりそうやだね、時間な。あ、それがええね。ででーん。おい、すげえ。すごいやろ。めっちゃ頑張った。匂いもめっちゃきな粉やし。やろ。で、ここに、うん、塩と、はい、砂糖を混ぜていくねんけど、うん、生の味ちょっといっとく。いったんな、ちょっと多分美味しい。うわ、雪やすな。あ、へえ。あ、でも全然いけるな、うん、まあ、こんぐらい、とりあえずこんぐらい。ずっとこうやってた。めちゃめちゃ便利。それでやってたよ。あ、それに変えてから一気に早なった。めっちゃ早なった。もうサラサラ感素晴らしい。あのさ、餅さ、うん、結局何で食べるのが一番好き。みたらし。あ、みたらしなんや。みたらし。何餅が好き。え、何餅とかあんの。カルトも始まってる。あ、ほら、桜餅とか、団子とか、も餅というよりか、まあ、団子とか、桜餅とか。こうな、俺、三色団子とか好きよ。わかる。わかる？かしわ餅とか、まあ、うん、そういう感じの。まあ、よもぎ団子も好きやし。ああ、よもぎはあんまかな。ずんだとか好きやで、俺。あ、ずんだ餅。おぉ、これ違うかったわ。はい。何が好きって言われたら、俺一番好きなの、あの紅白まんじゅうと言おうとしてくれた。まず全然違うもんや。全然違う、全然違うもん。紅白まんじゅうめっちゃ好きやね。あ、じゃあ卒業式とか入学式もらえるの。めちゃくちゃ大好き、あれ。あれ、俺あれ、あの近くに和菓子あんねんけど、うん、あのなんならそこの和菓子屋さんから小学校とかに届けられてる感じの。あ、そうなんや。売ってる、売ってるってこと。売ってんねんけど、俺それだけ買って食ってたもん。え、赤と白でさ、味ちゃうよな。一緒やって。え、一緒やって。一緒だ。一緒やろあれ。俺白めっちゃ苦手やってんけど。一緒やろ。いや、絶対違うで。一緒や。絶対味違う。絶対一緒。緑とかやったら多分ちゃうと思うけど。これちょっと詳しい人教えてください。絶対調べたら出てくる。絶対調べたら出てくる。事故る可能性が高いと思われます。こうしてます。
果てしない作業ね。なんで俺一人でやってんねん全部。お前これやれ。おーしょー、素晴らしいね。これあのお好みでかけよう、このちょっと粗さあるやつ。あ、そうやな。そうしました。さすがダイソー。もちよ。うつれちゃん、もちよ。ちゃんとうつれ。焼いた方がいい、レンチン。もち焼くのってでも言うて七輪とかじゃない。そうか。デレレレレレン。え？何急に、どうしたの？そういうドッキリっすか？いや、なんか桜餅あそこあったから持ってきたら面白いかなと思って。急に？びっくりしてんけど。いや、本物持ってくるから。いや、もう、えって、もう、一人で事故んのやめてや、もう。終わった。血出てる、絶対。絶対血出た。てーん、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 てーん。あんまいまいちわからんな。あー、え？ピンクとかあんの？そう、ピンクあった。はい、持ってきました。ついに成功。来たな。行っちゃいましょうか。行きましょうよ。いただきやす。いただきやす。ひっついた。すんごいひっついてる。いや、もちってそういうもんやから。たっぷり。たっぷりよ、当たり前やん。何のために作った。うまそうやわ。めちゃくちゃ。食べちゃいます。いただきます。きなこ餅や。餅ちょっと固まっちゃってるけど、きなこうまっ。本物やん。何や、偽物って何。さっきからほんま。ほんまに言ってるやつやん。うまいわ。うん、すげえ。成功すんねんな。なあ。いや、めっちゃうまいでこれ。うん、ちなみに、うん、めっちゃうまいは言い過ぎたな。あの、もう店で売ってるやつ。うん、じゃあめっちゃうまいや。俺スーパーよりうまいと思うね。まあ、出来たてやしな、しかも、うん、俺きなこだけ食いたい。ちょっと粗めの。あ、粗いやつ派。ああ、粗いの美味しいわ。うまいわ。なんか味がしっかりしてる豆の、うん、こっちは風味やけどこっちは味みたいな。ええこと言うたかもしれん。動画見返して思うわ。もう普通のこと言ってるから。そうか。俺のな、うん、何が嬉しいかってな、うん、いつもさ、成功したときさ、うん、あの、分かりやすいぐらいさ、うん、あの、嬉しがるやんか、うん、あの、それをさ、俺は見てるからさ、あ、可愛いとこあんねんなって。お前、面白か。いい、きなこいい。成功しましたよ。うん、2割、3割打率ちょっと上がったな、うん、ということで、体から、体の内側から神様を宿ったな、もう堪能した。これでもいい年になるよ、この1年。ありがとうございます。いい、もう厄払いもできたよ。ということで、皆さん、もう多分この動画上がる頃には、この節分の豆ないとこ多いと思いますが、来年、ぜひ豆余ったら、すり鉢がある家庭は、きなこ作ってみては。あの、ミキサーでも一応いいみたい。だけど、水分がないから、空回りやから、あの隙間とかの入って掃除が大変らしい、結構。手作業でやるから美味しいね。そう。作ってる過程がな、うん、そうめっちゃ大変やった。ほんまそう。あの吸ってる時間1時間な。どんだけ大変やったかな。うん、お前何もしんやないか。お前そればちやったやろ。そればちやったやろ。ようだったな。以上、ご覧いただきました。チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。おやすみなさい。